原子力潜水艦が最強と言われる理由、その大きさや仕組みがすごい。水中から忍び寄り、魚雷やミサイルを発射して敵艦隊や地上の施設を攻撃する海の忍者とも言われる潜水艦。その種類は通常動力潜水艦と原子力潜水艦の2つに分類される。水中では大気を取り入れることができないため、ガソリンのように燃やして動力を得るものは一切使用できない。現在水中で推進力を得るには電気か原子力の2つしか存在していない。通常動力潜水艦は浮上中にディーゼルエンジンで発電した電気を蓄電池に貯めて、水中では電気の力のみで推進力を得る仕組みであるが、充電が減ってくれば浮上して電気を作る必要がある。一方、原子力潜水艦は原子の熱により水蒸気を発生させ、蒸気タービンを回すことによって大気を必要とせず推進力を得る仕組みのため、食料や乗員の精神力が持つ限り半永久的に潜航できる。ちなみに原子力となるウランはたった 1g で石炭3トン、石油2000リットル分のエネルギーを発生するため、原子力潜水艦は半永久的に燃料不足を起こすことはない。そのためどんなに速力を出しても燃費を気にすることがなく、機動力に関しては通常の潜水艦の何倍も優れている。この隠密性と機動力を生かし、弾道ミサイルを搭載して地上の施設を攻撃できるのも原子力潜水艦の特徴である。世界で弾道ミサイルを発射できる原子力潜水艦を保有する国はアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、インド、中国の6カ国だけである。今回は高い機動力と攻撃力を併せ持つ原子力潜水艦の種類や驚くべき任務について解説していこう。弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の脅威、核弾頭で先制攻撃。弾道ミサイルを搭載している原子力潜水艦のことを SSBN という。アメリカ海軍の原子力潜水艦オハイオ級には射程1万2000キロの弾道ミサイルトライデント24機搭載しており、主に南半球で作戦行動に出ている。世界最大級の原潜はアメリカのオハイオ級やロシアのボレー型で、水中排水量は1万9000トン以上という大型サイズだ。海上自衛隊で最大の艦艇は出雲で、その基準排水量は1万9500トンなので、いかに大きな潜水艦かがわかる。ちなみに世界最大の潜水艦はロシアのタイフーン型で、全長 171.5m、 水中排水量は 26,925 トンにもなる。日本の潜水艦の総流型は 4,200 トンなので、約6倍もの大きさになる。もし戦争になり相手から先制攻撃で核ミサイルを撃たれたとしても、原子力潜水艦は水中深くに潜航しているため、ほとんど被害を受けずに報復核攻撃をすることができる。つまり相手の原潜を撃沈しない限り、いつどこから報復攻撃を受けるかわからないため、原潜を保有することは大きな抑止力となるのだ。冷戦時代からアメリカとロシアは競うように原潜の建造を行ってきたが、ヨーロッパでもイギリスとフランスにはお互いの抑止力となる原潜を保有している。インドでは隣国の核保有国であるパキスタンに対抗するために原潜を保有している。さらに中国では2019年6月には射程1万2000から1万4000キロに及ぶ弾道ミサイルの試験発射を行っており、これを24発搭載できる原子力潜水艦タン型の建造を計画している。また2016年には4月、7月、8月と立て続けに発射し、このうち8月の発射では約500キロの飛翔に成功している。北朝鮮では通常型潜水艦1500トン程度の魚雷型のセイル部分に弾道ミサイル発射艦が確認されている。さらに2019年10月にはロメオ型を改造した新型潜水艦が東部のウォンサン沖から北極星3号と言われる弾道ミサイル発射実験を行い、角度を変えれば射程は約2000キロ程度になると報じられている。20年10月10日の軍事パレードでは北極星4と記された新型とみられる潜水艦発射弾道ミサイルを公開し、かなりの射程を持ちながら潜水艦に収まるサイズになっている。北朝鮮はミサイルをたくさん搭載できる本格的な潜水艦を作ろうとしている可能性があると軍事アナリストが報じている。もし北朝鮮が弾道ミサイル潜水艦から日本に向けて発射した場合、高性能のイージス艦であっても撃墜するのは不可能であろう。なぜならミサイルの発射地点が不明だからである。陸上施設から発射される弾道ミサイルは発射地点が明確なため、あらかじめコンピューターが計算することができるが、潜水艦はどこから発射するか、またその兆候が全く不明なので、仮に発射後に探知できても撃墜までに計算が間に合わないのだ。攻撃型潜水艦 SSN の任務。
敵潜水艦を撃沈し特殊部隊を輸送せよ。弾道ミサイル原子力潜水艦の他にも特別な任務を持つ原潜がある。それが SSN と呼ばれる攻撃型原子力潜水艦だ。敵に弾道ミサイルを撃たせないためにはその前に敵潜水艦を撃沈させる必要がある。その任務を果たすのが攻撃型潜水艦 SSN の役目である。また敵の艦艇や空母を攻撃するのも SSN の任務でもある。逆にその攻撃から守るために空母打撃群キャリアストライクグループと呼ばれる艦隊の近くには SSN が随伴していると言われている。さらにアメリカやイギリスの SSN では特殊部隊を敵地に上陸させるため彼らの居住空間や装備スペースなども確保されている。しかし原潜は船体が巨大なゆえに海岸のような浅瀬には近づけないし、敵地に近づけば見つかる可能性も高くなる。そのために特殊部隊を輸送するための SDV と呼ばれる小型潜水艇を上部に1隻から2隻搭載しているのだ。水中に潜航した状態で特殊部隊は SDV に乗り込み、原潜から離脱して敵地に近づき上陸するという作戦だ。オハイオ級の場合、弾道ミサイルの発射塔を改造して特殊部隊のためのスペースや SDV に乗り込むための連絡通路として使用されている。またロシアの原潜デルタ砲型では北極海での作戦能力向上のため艦艇にロシャリクと呼ばれる原子力特殊工作潜水艦を装備しており、新進度までの任務が可能となっている。特殊部隊が水中で原潜から小型潜水艇に乗り換えて移動するなど、まるで映画の世界のような内容であるが、これは現実の話なのだ。ミサイル原子力潜水艦 SSGN トマホークで陸上施設を破壊せよ。潜水艦から通常のミサイルを発射することができる潜水艦を SSGN と呼ぶ。アメリカ、イギリス、ロシアの原潜はトマホーク巡航ミサイルを搭載しており、射程圏内に入ると発射して敵の陸上施設を破壊することができる。射程はアメリカ、イギリスが約1500キロ、ロシアは2400キロにも及ぶため、敵地に近づくことなく遠距離からの攻撃が可能となっている。オハイオ級の数隻は弾道ミサイルトライデントを撤去し、トマホークを154発搭載できるように改修している。オハイオ級1隻で敵地に大打撃を与えることができるほど脅威度が高い潜水艦なのだ。イギリス海軍のアスチュート級は魚雷発射艦からトマホークを発射することも可能となっており、フランス海軍のジュフラン級も対地ミサイルを同様の方法で発射することができる。魚雷とミサイルの発射装置が同じというのは世界でも珍しいタイプの潜水艦であるが、逆にその搭載比率が問題になることもある。日本の潜水艦の親潮型と双流型は攻撃潜水艦 SSN に分類され、武器については長魚雷もしくは対艦ミサイルの2つで対地ミサイルなどは搭載できない。世界の原子力潜水艦の脅威まとめ。今回紹介した原子力潜水艦の他にも通常動力型をも合わせると潜水艦を保有している国は世界で41カ国にもなる。潜水艦を自国で建造してそれを運営していくためには高度な技術力と経済力が必要となるため、保有している国はそれなりに軍事力が高い国と言える。自らの存在を隠しつつ敵の艦艇や陸上施設を破壊することができるのが潜水艦の強みでもある。現代の海軍において作戦を有利に進めるにあたって潜水艦は欠くことのできない重要な戦力である。